ですか、若いね。はい、それじゃあ三人、はい、お名前の方から。はい、新宿歌舞伎町からランジェリークラブの小林翔一です。ランジェリークラブの、はい、今日は何の、宣伝にいらっしゃるんですか。当店の、新宿歌舞伎町ランジェリークラブの、PR に参りました。ランジェリークラブ、ランジェリークラブですか。最近なんか多いですね、こういった感じが ね、いいですけどもね。ということはですね、当然こちらにいらっしゃる皆さんはそのランジェリーをつけてお店でなんかしていらっしゃる方ですよね。そうです、当店自慢の、ホステスたちが3人組です。ホステスたちが3人組、ホステスたちの3人組でございます。さすがね、粒揃えてますね、こちらのお店ね。一人ずつお名前言っていただきます。一応そうしましょうかね。はい、じゃあお一人ずつお名前を。はい、スリーサイズは、スリーサイズも村上美和です。はい、上から83、55、85です。はい、ちょっと考えながら言ってください。何かが変わりますからね、しょうがないです。はい、お隣は、はい、川上美久です。上がバストが83で、ウエストが58でヒップが85です。あー、なるほど、皆さんね笑ってますね、大丈夫ですか。なんかちょっと悪いもの食べてきた。楽しいことあります。いや、いいんですけどもね。お隣は星崎ルナです。上から86、58、ちょっと大きめなんですけど88です。いやいや、全然ね、お尻フェチにはたまんないですよね。はい、こんな皆さんが普段は下着になってお仕事になってるわけですよね。写真があります。こちらご覧ください。なんかみんな会ったことあるような気がするね。いやいや、みんなそういう方が多いんですよ、こういうお店に行くと。ファッションとか髪型、メイクなんかもね、今流行りですから、うん、ね。お店に行けばこういう方たちがもうこのままサービスしてくれるんですよね。これいいですよね。はい、でも下着っていうのは、うん、お店で着てて恥ずかしいとか、そういうことは。いや、恥ずかしい、やっぱ恥ずかしい。でも、制服みたいなもんなんで。あ、じゃあうちの番組の恵比寿さんとか松村と同じですね。そうだよ、カメラも制服だからね。恥ずかしくないですけども。まあ制服だと思えば堂々と着られますもんね。はい、それ全然問題ありませんよ。はい、はい、じゃあルーレット行きましょうかね。なんか来ましたよ。あら、今日何でしょう。でかいっすね、今日。どうしたの。ちょっと待って。私たちにとっては下着が制服、その場脱ぎで下着ニュート。これもし当たったらその場でここから下着になったからですか。いやー、まあ、企画的にはいい企画だと思いますけども。だってこれ全部じゃない。かわいそうじゃないか。だんだんいい感じで番組は壊れていきますね。さあ、いいですよ、どこでも貼って貼って。もうドンといっちゃって。はい、行きますか。はい、あ、一応トノンとか見せてくださいね。はい。さあ、それではこれでいきましょう。じゃあ皆さんでスタートストップをこちらに押していただきたいと思います。これででもトノンとかとか当たったらすごいショックだよね。もうね、ショックですよね。それでは参りましょう、ネットルーレットスタート。さあ、今みんな仲良くストップボタンを押しました。これだけやればわかんないです。これで余計なところで止まるなよ。そうかもしれない。やめて、そんなのはやめてね。もう一度、もう一度、もう少し、よっしゃ、オッケーだ。あぶねえ。よいしょ。ちょっと待ってよ。ということは、あ、また。かわいそうだよ、これちょっと。えらいね、ちゃんと作ってあるんですね、こんなもの。めちゃめちゃ楽しそうな台ですけど。これ。でも初ですよね、これ。これは多分初めてだと思います。これ今日のために作ったもの。はい。台で。何もありませんから、この上で自分たちの制服になるんですか。一人ずつ。うわ、やらしい顔して言うし。じゃあトップバッター行きましょう。一人ずつってなんか、はい、音楽になりますから、その場で自分たちの制服に着替えてください。加藤茶さんがこう脱ぐときに。そうじゃあ上に。いや、なんか嫌です。さあ、後ろにじゃあカゴ置きますんで、脱いだものはこちらへ。さあ行きましょう。これ何タイムですかね。とりあえず行ってみましょう。レッツ脱ぎタイム、ランジェリータイム。いやー、なんかすごい企画になってきましたね、これね。いや、なんとも言い難い。はい、まずはブーツを脱ぎました。
そしてこれ普通テレビであまり見られませんよね。見られないでしょ。さあそして今ですよこれ。下から行きますか。上から。えい、もうめんどくさい。下から行っちゃえ。あら、いやこれでもいくら下に隠しても結局下になるんですよね。さあすいません時間がありません、急いでください。また時間の制限作ってないってもいいですねこれね。脇でお願いします。すいませんね。はい、よいしょ。いやあらー。さあ続いての方、なんかすごい家だ。うわ、さあ続いていきましょう。どうぞ。はい、よっ、それそれそれ。なんか見てる私もちょっと嬉しいような恥ずかしいような。なんて言ってるかね。自分で出しますか。はい、おお、ピンクです。おお、さあそして、あらあら、やらしい抜き方してますよね。やらしい抜き方、頑張れ。うわー、はい、よいしょ。さあ、続いての方。いや、久々に視聴率上がりそうですねこれ。この部分だけすごいですよきっと。はい、レッツゴー。なんで上げてどうぞ。なんか後ろの連中が今までいない真顔で見てるんですよ。ねえ、何人の人が見てるんでしょうかこのテレビで。ねえ、ドキドキしますね。ああ、これ野球券でもジャンケンしますからね。これ水着じゃないとこがまたなんか。そうなんです。うわ、プロだ。はい、どうも。全部なんかこう色とりどりでね。はい。しかも水着じゃなくて下着なんですよ今日は。ピンク、いや肌色みたいな。見事な感じで番組が崩れていきます。どんどん入りましょうか。いい感じです。さあじゃあ一人ずつ入っていただきましょう。私はこう、ただあなたのそれすごく大丈夫ですね。いいです、行きましょう。危険ですよね肌色って。責任は私が持ちません。プロデューサーが持ちます。全部行きましょう。もうね、はい、トップの方よい。すごい、手とか冷たいからさ、温まりますよ。いいよ。温泉効果ありますよ。ちょっと待って、どっから入ってもどっから入っても結構です。好きなとこから入ってください。大丈夫かも。大丈夫大丈夫。暑い。どっちなんだよお前。急に来ますからねこの暑さはね。これなんかね、手入れただけじゃ分かんないんです。あ、頑張って頑張って。ちょっとこれね、じわじわ来るよ。はい、せーの、よいしょ。ゴー、それ、頑張れ頑張れ頑張れ。しょうがない、手伝ってあげましょう。はいはいはい、頑張って。ちょっと待って、何危ない。いやいや、入ってもらわないとせっかく来たんだから。ちょっと待って、ほんとだ、一瞬。ちょっと待って、お尻お尻、つきて。はい、頑張って。早い。おー、なんだその、いやー、そのどよめきは。ギリギリの線ですよ。さあ、続いての方。大丈夫ね、透けてない。久々に後ろから OK が出ましたからね。さあ今度はピンクの水着です。ドキドキしますよね。ハラハラドキドキですよ。彼女はもう久々に色っぽい目線を知ってますから。一番うるさいってだから。いやらしい感じをもう醸し出してますからね。またさあ行っていただきましょう。頑張って。ああじゃないよ、入ってないから。何時間だ本当に。大丈夫。うわすごい絵だ。1秒だよ。いや、もう秒数なんかいいです、この絵があれば。じゃあ次の方。彼女たちの宣伝はいいんですか。はい、宣伝したいでしょ。でも入れない。そんな倒れ込まれて。でも次入ったら入れるかも。はい、ジリジリしてるよ。ちょっと大人の雰囲気の黒です。いや、いいですね。あ、この方はいけそうです。無言です。さすが黒の下着。頑張って、こっちにかけるんだよ。俺にかけたってしょうがないだろお前。さあ頑張れ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 。おい、俺人にかけても努力ならないから。私の方にかけない。頑張って頑張って。あっち、時代表をやろう。さあ時間的にはじゃあもう一回、もうこのまま終わり。はい、時間がありませんから、これで終わりです。じゃあこちらに皆さん
こちらの CM ステージの方へどうぞ。それではサクッと参りますよ。まあでも一応20秒時間時間ありますからね。はい、はい、それでは参りましょう。コマーシャルタイムスタート。新宿歌舞伎町ランジェリークラブブーメラン、3月14日までボトル半額、例えばヘネシーが1万円で飲めます。入り口でネット見たで2000円の割引、当店はメールお会計安心です。新宿歌舞伎町ランジェリークラブブーメラン、夜7時より営業しております。どうぞよろしくお願いします。はい、どうもご苦労様でした。安くなりますから。はい、初めての経験でしたね。